ムカッとしてやっちゃいましたって、だからやっていいのかな。韓国釜山で行われていた国際観艦式、観艦式とは各国の軍艦が集まって展示航行などを通じて交流を深める、海の上では何が起こるかわからない、その時に現場で臨機応変な対応が求められる、で当事者同士が日頃から交流をしていれば容易に意思の疎通もできますが、反対に全く交流がないといきなりダンダンダンとかって始まっちゃう可能性もあるんで、まあ、そういうものを避けるために行われております。でそこへ我らが海上自衛隊もお呼ばれしたのですが、韓国側はうちに来る時ね、そちらの国旗とうちの韓国のね旗とこれだけ上げてきてくださいと、これがドレスコードですと、まあ、言ってきました。海上自衛隊には自衛艦旗という独自の旗があります。これです。これはこの船は日本国の海上自衛隊の船であるという標識になっています。世界中の船乗りがこの旗を見た瞬間、あれはジャパニーズの自衛艦旗だなと分かっていただける。そしてこれは国内法で決まっていて、以前の動画でも指摘しましたが、朝の8時から日没まで掲げることになっている。そして自衛艦の中は我が国我が領土、つまりは国内法が適用される、なんで法律で定められている自衛艦旗を掲げなければならない、というわけで韓国の方がこの自衛艦旗を下ろして韓国旗と日本の国旗にしてねっていうんで、やだよとお断りしました。そんなことを言っていた韓国、いざ観艦式が始まり、ムン・ジェイン大統領がスピーチをした駆逐艦に掲げられていたのは、豊臣秀吉を破ったという韓国の英雄イ・スンシンさんの旗。あれあれ、韓国の旗とその国の旗しか掲げちゃいけないと自分たちが言っておきながら、ホスト国である韓国は自国の英雄の旗を掲げる、まるでホームパーティーは制服着用で来てくださいなんつって呼んだら自分だけこうドレス着てきちゃった、まあ、そういうスタンドプレーをする人いますが、これがホスト国っていうところがもうねあれです。あれ、余談ながらこれを報じた民放の番組では、豊臣秀吉の朝鮮出兵を退けた将軍と韓国の英雄という紹介をしていました。ところが皆様の NHK では豊臣秀吉による朝鮮侵略とさらっと報じております。こういうのを見つけるたびに白がね言うんですよ、おっ工作員、油断と隙がなくてもこう割り込むのがこういう人たち。さて観艦式が始まりました。各国韓国の要請に応じて韓国旗と自国旗を掲げておりますが、軍旗、まあ、自衛隊で言えば自衛艦旗を持つ各国軍隊はそれを高々と掲げていたそうです、まあ、それを掲げるのが当たり前っていうのもありますし、まあ、一説によると韓国のこれへの抗議ではないかという説も出ております。まあ、今回の件については我らが海上自衛隊が嫌だよって断ったことによって一個仕事がね楽になったんで、私結果オーライかなと思っております。またこうした韓国の諸行振る舞いを我々日本国民が知り共有できたという意味で良かったなぁなんて思っております。一方で韓国のムン・ジェインヒン大統領その他皆様がですね、こんなことをしておきながら今度日本の潜水艦の技術教えてとか言い出している。今現在韓国には北朝鮮の潜水艦をこれ捉える能力がどうやらないようなんですね。一方我らが海上自衛隊、これはもう世界有数、もうトップクラスというよりトップと言っても良いほどの能力と練度、まあ、性能を誇っています。日本の潜水艦がどれだけ優れているかというと、日米で潜水艦同士で簡単に言うと、まあ、ざっくりと言うと隠れんぼをしたと。世界最強の米軍の潜水艦が日本の潜水艦見つけられなくって、これじゃあいつまでたっても終わらないし訓練ならないから、もうやめようと、練習やめようと、で浮上するから海上自衛隊の潜水艦も上がってきてよっていうんで、まあ、米軍はふーっと上がってきました。どこにいるんだい、どこにいるんだい、
ジャパニーズみたいな。たらスーッと真後ろに上がってきた。もうホラーですよ、ホラー。まあ、それぐらい素晴らしい海上自衛隊の潜水艦の技術を教えてとかなんか言ってるらしいです。この旭日旗問題においては韓国世論の暴走という面もあるらしく、韓国海軍は本当にほとほと困っているという話も出ています。ただどうしても世論で動いてしまうんでどうにもならないんですって言われても、それはオタクの事情でしょうがって話。さらに今韓国経済メタメタなんですよ。もともと為替の誘導とかの疑惑もずっとね、ズブ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 、まあ、自国通貨を安くして価格競争力をつけていったという疑惑がね、疑惑がずっとあって、さらにあのサードっていうミサイル配備で中国様からもピッてされちゃって、もう今メタメタで、今韓国の大学を出た新卒の学生さん、就職希望者を日本で働かせようとかしてるんですよ。一方で旭日旗掲げるなとか嫌がらせをやっておいて、その手をこう出して潜水艦ちょうだいって、もう一方の手を出して働かせてって、これを甘えと見るか差別と見るか。甘えなら可愛らしいものですが、日本人には何をしてもいい、日本人ヘイト、日本人差別、その意識があるのではないかという話はこの旭日旗に関係してきます。もともと旭日旗は韓国の中でも一切問題になっていませんでした。かつての観艦式、我らが海上自衛隊は堂々と旭日旗を掲げて韓国の港に入っていきました。問題化したのは2011年のサッカー日韓戦でキ・ソンヨン選手が猿顔をした、猿のモノマネをした。韓国国内において猿のモノマネといえば日本を侮辱する時の定番ネタで、これが国際映像に載っちゃったもんですから、もちろん問題に、まあ、サッカーに限らずなんですが、人種民族による差別というのは禁止されています。それをやってみせたから、それは問題になります。その時このキ・ソンヨン選手はスタンドの中に、まあ、観客席の中にこの旭日旗を見つけたと、ムカッとしてやっちゃいましたって、だからやっていいのかなって問題なんですが、それが韓国国内では流通してしまった。つまり悪いのはキ・ソンヨン選手ではなく日本の旗が悪かったんだという謎理論。謎理論ながら、それ以降この旭日旗が韓国国内で問題視されるようになったんです。というわけで、甘えなのか差別なのか、それはこの一連の流れを見た時におのずと答えが出る。ちなみにサルマネという言葉は文明開化以降の我が国に向けて中国や韓国が投げつけた罵倒の言葉、まあ、中華思想の中において中国がやっぱり一番上だと信じているわけですよ。で、彼らが決めた秩序の中で日本は遠いと言って東の方のね、まあ蛮族だというような方に勝手に思ってたんですね。一方我らが日本は欧米の圧倒的な力を知り、ちょんまげは落とすわ、刀はもう置くわ、まあ、そうして欧米列強に追いつこうとした、その姿を見て中国や韓国は猿のようにモノマネしてるぜって小バカにしていた、まあ、そのね、評価が正しいか正しくないかについては、日清戦争、日露戦争、まあその後のいろいろ見ればおのずと明らか、まあ、いずれにしろかの国がかの国の中で誰かを差別しても、それはね、内政干渉なんで我々が口出すことではございません。一方で私どもを差別しておきながらなんかちょうだいとかっていうのは、また働かせてっていうのは、ごめんこむると強く思う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。